まあ、カタールワールドカップ終わってね、最初の代表活動になるんで、まあ、ワールドカップの結果もあって、注目度の高い今回の代表2試合になると思うし、まあ、まずはそこに選んでもらったことをすごく光栄で思ってますし、まあ、新しい次のワールドカップに向けた代表活動がスタートするということで、すごい気合が入ってます。今回、まあ、前回 あのカタールワールドカップで出場機会はなかったので、まあ、それで、まあ、よりワールドカップのピッチに立ちたいっていう、強い思いが芽生えたので、まあ、次は、まあ、僕も生まれたのがアメリカなので、まあ、次の大会北米で開催されるということで、絶対そこに行きたいなっていうふうにも思ってますし、まあ、何より日本代表が、ベスト8以上を超えれるようにそこの手助けをできるように、日本代表と一緒に成長していきたいなというふうに思います。